時刻は8時18分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とナイトスナッカーズの小泉じいちゃんですよろしくお願いします、はい、今日その帽子をかぶられて今日はナイトスナッカーズの一員でございましてはい、あの募集してるんですよね、メンバーを。いや募集してるかどうか知らない。そうなんですか。適当なこと言っちゃいましたけど、朝募集してたじゃないですかもう希望者がいれば誰かに言ってくださいと誰かって誰なんだ、うん、あいつと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 はい、じゃあそんなナイトスナッカーズのおじいさん、はい、今日のメールのテーマはいかがしますか。今日のいかがしますか、はい、じゃあ今から考えましょう変えていくんです。そういうことじゃない、後半変わっちゃうテーマはそういうことじゃないです、はい、ぜひ教えてください、はい、今日のテーマ、令和初の夏どうだった。はい、どうだったかい。もうね、うん、まあ、暦の上ではもう秋になってますけど、一応ね、まあ、8月までが夏っていうなんかイメージがありません、うん、だよねだよ ね, ね。で今日はもう8月30日ということで、もういよいよ明日で8月が終わる、夏ももう終わるということで、行かないでカムバック8月皆さんこの令和初めての夏、うん、7月8月はいかがだったのかなということでね、ちょっとメールいただいてるんですけ ど,、はい、どうでした。ラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさん、コセンちゃんあちゃん、皆さんもおはようございます。おはようチョビンさん、おはようございます。秋の長雨でしょうか、うん、しばらくすっかりとした青空を拝んでいませんと。そうです ね, ね、降り出したらね、続いてますわね。だって今日だって今外見てみると夜ですかっていう天気ですね、うん、今だいぶ暗くなってきちゃったね本当にね、すごい暗い。もう日暮れだなこれな、暗いですね、日暮れてしまう。まだね、昨日のね朝から8時台、昨日の朝から昼間はちょっとね青空見えたかなってとこだったけど、うん、ちょっとね、そうだよね。うん、でもね、また今週1週間もちょっとね、また来週からもちょっとお天気ぐずつきますのでね、うん、で令和元年の夏は雨の心配が多い年となりました。そうですね、梅雨が長くイベントごとに雨の心配、何度となくてるてる子せんちゃんにお願いしたことでしょうと。そうなんですよね、えてるてる子せんちゃん、もう慣れてるけど、ね、散々吊るされてきたから、うん、てるてる坊主のてるてるちゃんやってもさ、全然雨降るから、うん、コセンちゃんダメじゃん。効き目はないんだよね。効き目ないじゃん、吊るしぞってよ。消費期限をね、消費じゃなくて消費期限切れてっからね、もうとっくの昔。消費期限、そう。そして夏のイベント最終章としてのイベントが、うん、9月1日に嬬恋村で開催される自転車レース、あーちゃんはキャベツ大使だったかしら、なんていただいていますね。うん、そうなんですよ、私はキャベツ公式の応援隊としてね、うん、今年もいろいろ行かせていただきましたけど、うん、この間も嬬恋行ってきたんですけど、うん、浅間山がね近いじゃないですか、うん、そうそう心配されて、ね、またね、ちょうど JA さんともお話しすることが できたんですけどね、こちらの方キャベツの心配は大丈夫だよって。あ、大丈夫だった、うん、よかったなってことで、うん、逆にねあんまり気づかなかったっていうぐらいだったんですって、うん、この間のはつい最近また噴火したので、うん、2回目の、うんうんうん、みんなこっちは大丈夫だから心配しないでねっていうメッセージいただいて、うん、よかった。でチョビーさんが出場するのあれですよね、嬬恋キャベツヒルクライムっていうやつで、うん、ね、1日限定の特設コースっていうのがあって、うん、そう、あのね、マンザハイウェイがヒルクライムコースになるっていうふうになっていまして、すごいんですよこれ。いい道でやるんだ。そう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 、うん、でこれ何がいいって、女性の方とかお子さんとかも、うん、こう参加しやすいねコースとかもあるんですよね、チョビンさんね、うん、そうそう、それにチョビンさんたち多分リオタンと出るのかね。ねえ、お父さんもね、うん、パパもね、雨に降られると寒いし危ないし、綺麗なね初秋、あれだよね、秋の初めですよね、うん、の嬬恋風景が見られないので、コセンちゃんなんとかしてと、お願い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 、あ、そんなにお願いされてね、わかりました、なんとかしましょう、ふうくたびれたなんとかしましょうと、とりあえず言っとこう。はい、では良い週末をと。ねえ、お天気だといいね。ねえ、チョビンさんからいただきました、うん、チョビンさん気をつけてね、言ってくださいね、気をつけてね、嬬恋まで行くのにね結構時間かかるからね、うん、言わないでくださいね。ラジオネームアレルヤハレルヤさんです。さん、令和初の夏どうだったということで、お墓ら8月24日ビーズのライブを見に行って、うん、燃え尽きてきました。かっこよかった。僕はファンクラブに入っていて、今年の2月には
チケット先行予約ができたので今年の夏は特に待ち遠しい夏でした。あー、ビーズ行ったんだ。行ったんですって。あー、いいねー。ねー、いいですねー。うん、ビーズねー。ねー、コセンちゃんビーズとかはどうですか？ビーズはね、発音がコセンちゃん違うんだよね。ビーズだっけ本当は、うん、教えてもらいましたよね。本当はね、だって本人たちが ビーズじゃなくてビーズですってビーズ言ってたんで、ラジオでね。まあいいんだけど、うん、私はあのビーズは結成する前からあの、はいはい、ギターのね松本くんには興味があってね。結成する前、うん、だ浜田麻里ちゃんのバックバンドやってた頃とかね。あ、へえ、あ、昔バックバンド浜田麻里ちゃんつっても皆さんがピッとくる浜田麻里さんじゃないと思うけど、はいはい、ロックシンガーの浜田麻里さん。ロックシンガーの浜田麻里さん、同じ名前の人がいるんですよ。あ、へえ、浜田麻里さんっていう人が何人か。じゃあちょっとみんながピンとくる浜田さんとはちょっと違うんですね。そっか。でもね、結構ビーズのライブ行ったよって方ね多かったのでね、うん、たくさんいらっしゃいましてるからね、うん、なんか変な日本語だった ね、はい、いい夏が過ごせたんじゃないでしょうか。一緒に、ラジオネーム、誰にしようかな。ひーくん。ひーくん、暑い夏も雨の日もお祭りの日も朝早くから楽しい放送ありがとうございます。いえいえ、平日はこの夏も毎日お墓を聞いていましたよ。ありがとう。頭は坊主にしましたが夏は気持ちいいですね。すっかりハマっていますよと。坊主にしたか。ああ、じゃあ剃ってみようその次は、うん、ね、ツルツルなんねよ本当に。すぐね、ちょっとなんかヤスリみたいになっちゃうから、うん、T シャツかぶるときに引っかかる。そうなんですか。うん、はい。ひーくんはハゲ部に入りたいって言ってましたけど、うん、なんかまだまだだと思ったんでしょうね。坊主っていうふうに書いてきましたね。坊主か。ラジオネーム酒太郎さん。酒ちゃん。令和の夏、まあ前半は散々だったんだよと。6月から7月の丸々2ヶ月、土日は雨、全くボートの影響ができなかったと、うん、8月になりなんとかですがちょっと異常と、うん、今度の土日も怪しい感じ、雨がなくても霧かもしれない、普通の夏がいいですといただいています。そうね、さけちゃんね。そう、さけちゃん、おじいちゃんともねさっき話してたんですけど、あのもう本当異常気象だよねって、ね、本当に最初雨が多かったからね、本当何年か前の夏ってこんな暑くなかったよねとか、うん、こんな雨降らなかったよねとかね、うん、出ましたもんね。たださけちゃんあれじゃないですか、もう9月1日にワカサギ釣り解禁じゃないですか。赤城大沼出てますよ。あ、1日からか。そうなんです、うん、赤城大沼と榛名湖でね、うん、両方でねワカサギのボートがね、うん、あの釣りを解禁するそうです、うんうん、赤城大沼は11月まで、うん、うん、榛名湖は12月上旬まで、はい、楽しめるということになっていますね。ねえ、あのやはり周辺に旅館などもありますからね、うん、そうそうね、宿泊してからやっぱ早く、うん、朝早くからねボート釣りするのがおすすめだよなんてね、うん、聞きましたけどどうなんでしょう。はい、ねえ、ねえ、あと遊びに行ってください。ねえ、うん、日の出を迎えて太陽がこう差してくると、うん、湖面から水蒸気が立ち上がって、うん、幻想的な光景も楽しめるんですって。なかなかね見られない光景を。ねえ、うん、あとは10月頃になるとそろそろこう色づく紅葉の季節はね、うん、絶景なんじゃないですか。ねえ、うまくすりゃほら動いてるサケちゃんも見られる歩き回ってるあの人がそうかなみたいな、ちょっとウォッチング、サケちゃん探し、サケちゃんを探せみたいな、うん、そういうのどうですか。でぜひ令和の秋のサケちゃんを探してみてください、うん、あの用具とかね一式電卓できるそうなので、はい、はい、ぜひ皆さんワカサギ釣りやってみてはいかがでしょう。質問はサケちゃんにしてください。してください、はい、ラジオネームハワイのママちゃん。ママちゃん、あーちゃん、こせんちゃん、おはからおはからママちゃん、お元気かしら。うん、元気だけど、ママちゃん大丈夫？ママは元気だわと。元気になった？よかった、ママ、うん、よかったね、うん、今年の夏は暑くて大変でしたわね。うん、暑かったね。暑かったですね。ただ去年の方が夏がなんか長かった気がしません？7月が結構暑かったので、うん、今年はなんか7月か6月みたいな天候がね、うん、ちょっとね、うん、ただ暑かったですね、うん、はい、先日ぶどう屋さんに行きました。ぶどう屋さん、甘いぶどうをいただきました、うん、恵みの秋がこれから楽しみだわと。
そうだね、果物ね、秋のね、ね、うん、やはりこの夏の終わりってなるとね、こう秋を、小さな秋を見つけやすくなりますもんね。あ、なん か歌であったね、小さな秋見つけた、小さい秋、小さい秋、小さい秋見つけたですよね、高崎のパパちゃん、パパちゃんパパさん7月中が思いのほどね涼しかったこともあり、今年はあっという間に夏が終わってしまったような気がするなと。あ、本当だ、パパも言ってます ね。とうとう海には行けなかったけど富士山に登ったり、行ったんだ富士山。そうです、行ったってメール来てましたね。あとね、やっぱりママちゃんと一緒ブドウ狩りに行ったりと、ブドウ狩りも行ったんだ、お墓から観覧したり、とても楽しい夏でしたといただいています、楽しめたねえ、なんかこうフルーツ売り場のところとかスーパーとか、あとこういう収穫のところとかもやはり今ブドウとか梨とかが出てきてますもんね。そうだね、ね、スイカとかさ、マンゴーだったのにこの間までそういうんで季節を感じるように移り変わりをね、すっごい感じます。あとセミ、地面見るとセミがちょっとなくなってたりとか、落ちてたりとかすると、セミあんまり夏ですからね聞かなかったな、本当ですか、私すごい聞きました、すごいジャングルの中に住んでる結構そういうとこ行ったからかなそういうとこ行ってんだ、山の方とかね。そうです、あ、時間だ、また8時半台でお会いしましょう。8時47分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とナイトスナッカーズの小千じいちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあおじいちゃん、あの5月から毎月開催されていました、あの前橋の中央イベント広場で開催されていたビールビバレッジ、なんと今週末で最終開催となりそうです。そうですか、最後ね、ねえ、皆さんたくさん前橋の街中でビール飲まれたんでしょうね。はい、はい、あの明日明後日の土曜日日曜日で終わりだそうです、最終回、最終回ですね。あのね、美味しいお店がね大集合して、食べて飲んで、そしてみんなでね、楽しい時間を過ごせるという出会いの場所でもありますよ ね。なかなか外でね、そうやって飲んだりと、オープンのね、ね、ちょっと暑かったから夜になると今涼しいので、また違ったね飲み方が感じられるんじゃないですか ね。ちょっとねお天気が気になるけど、ね、まあ、心配だけどね、関係ない、ね、最後出かけてくださいスナッカーズはどうなんだろう、今日どんだけスナッカーズが招集かかるのかな、スナッカーズ、ナイトスナッカーズは本当に、じゃあ今日のメールのテーマいきたいと思います、おじいちゃん教えてください。今日のテーマ、令和初の夏どうだった、はい、令和初の夏どうだったということで、もうね8月も明日で終わりということですね。まあまた9月になるということなんですけど、昨日計算したら残り、まあ4ヶ月今年ね、あ、昨日計算したら、そうで、もっと計算したら日数にしてみたら、今日合わせたら124日しかありません。あ、そっちは計算したっぽいねあ、残り4ヶ月って計算しなくてもなんか引けばわかるって、8引きは12からというわけで、まあ、いよいよね夏から秋にね、こう気分的には移るわけでございますので、今日は皆さんに夏どうだったというテーマでいきたいと思います、藤井さん、夏の終わりっていう曲かけていいですか、押しますよ、どうぞ藤井さん、起きてた、寝てるかと思った、かけちゃおうなんかね、曲を変えながらいきましょう。じゃあラジオネーム、トゥーパンプスさんからいただいています。あーさん、じいさん、おはからです、と。わからー、令和初の夏、私の思い出は前橋花火大会ですね、と。花火大会の会場に来ましたが、
花火に背中を向けてのんちゃんとあーちゃんの美しい浴衣姿ばかり見ていましたと。花火見なかった。放送席に焼き鳥とビールと連呼をしながら、うん、絶好調の山本龍前橋市長がやってきたり、絶好調だね龍さん、のんちゃんとあーちゃんの近くで花火大会を楽しむことができましたと、うん、放送席で汗びっしょりになりながら電波を送り続けていたプリキュア局長の頭が汗で一層輝いて、まるでスターマインのような美しさだったことを私は生涯忘れないでしょう。ハゲブバンザーイとね、あのすだれのようなね薄い髪の毛をね、うーんキム君頑張ってたんだね。ねえ、そっかそっか。そう、あと太っちょ塾講師さんからもいただいていまして、仕事が忙しかったけどお祭りに行ったり花火を見たりできたので、うん、充実した夏になったと思います。いろんな人に会いお酒もいっぱい飲んで、うん、体重が自己最高の98キロまで行ったので、あとは痩せるだけです。もうちょいだ、あと2キロ見けた、目指せ目指してないのか。そっちですか、おじいさん目指してないんだ、うん、でもね、このね、いろんな人に出会いってところがすごくいいですよね、うん、なんか夏ってこうアウトな気分にアウトドアとか行かれる方とかもレジャー行くじゃないですか、こうやって、うん、アウトドア、インドア、そうそうそう、だからいろんな人に出会う季節ですよね、だったのか。そうだね、うん、うん、思いますよ、うん、そしてラジオネームすぐりんさんからですね、令和初の夏どうだったと、スノーボード好きな、スノーボードが好きな、うん、僕らは冬まで待つことができず、うん、夏のゲレンデにチャレンジしました。夏のゲレンデ、夏のゲレンデ、芝とかでそういう芝スキーみたいな、ね、なんか芝生でね、芝スノボ、うん、しかしプラスチックでできたスノーマットは思った以上に硬くて、うん、転倒して、何、仙骨、あ、仙骨って洗ったの骨、ね、この間やってたけど、ゴリさん、あ、そういうマットのところで滑ったの、うんうん、骨折しちゃったんだって。プラスチックでできてる、あれ、まあ、令和初の夏は残念ながら骨折の夏だったんだ。最悪の夏となってしまいました。本当の骨折りってやつだね。骨折り損の、大丈夫ですかスグリンさん、夏だったのね、うん、まあね、大切な人にね、うん、ちょっと介護してもらってください。はい、そうですね、介護してもらってください、治りが早くなるように。ラジオネームいちごのヘタのすーちゃん、すーちゃん、令和最初の夏は私にとって重要なイベントがありました、うん、それは彼女との入籍です。おー、おめでとうございます。嬉しいのですが、お盆休みはほとんど引っ越して疲れたよと、うん、妻が少しずつ片付け等をしてくれたおかげで、うん、ようやく落ち着いてきました、本当に感謝ですね、というね、うん、令和の夏に結婚、令和ね、ニュース、ねーねー、でこのね、すーちゃんさんはさ、うん、いつもは彼女っていうことでメールを送ってくれたのに、うん、今日のメールは妻って、妻、変化がありますね、ね、そのまあ妻が誰だか知ってるんですけどね。そういうことだったの、ね、びっくらだよね。よくね、観覧にね、うん、来てくれるからね、うん、そしてラジオネーム富岡のアリオンさんですね、アリオンさん、学生さんが夏休みに入ってもしばらく梅雨が明けなかったり、明けたら明けたで命が危険レベルの暑さ、うん、集中豪雨による河川の、ね、氾濫、土砂災害など心配の絶えない夏だったように思えます、うん、そうだね、次々とね、そういえば沖縄よりも北海道の方が暑かった日もありましたねと、沖縄だって40度ぐらい行った時もありましたもんね、最初の方に、うん、温度差がさ、ほら、北海道は冬場の温度差と比べたらすごすぎやん、夏40度近く行くやんってさ、いや思いますよ、だって、ね、北海道ってそもそもそのエアコンとかがない家庭ってたくさんあるじゃないですか、いらないからなかったんだ、いらないもんね、今まではね、うんうんうん、これからそうはいかないって、まあ環境破壊を続けてきたツケが回ってきたのではないでしょうか、今現在も最大級の警戒が出ている地域の方々に災害が及ばないことを祈っていますと、やっぱそういうのツケが回ってくるってあるんだね、うん、九州の方心配ですけどね、本当にね、これ以上ひどくならないことを祈りばかりですよね、そうだよね、ラジオネーム深谷から来ましたさんはね、令和初の夏とプールや海に行かなくなったかなと、
子供が小さい時はプールや海には行ったけど、うん、大きくなると部活や勉強で忙しいからね、うん、とちょっと親から離れる、ちょっとこの夏の寂しさ、うん、いただいていますよ。誘えばいい、誘えばいい、行こうよ、行こうよ、ねえねえって子供に、プール行こうよプール行きたいよ、行こうよ。確かにね、このね、誘っても、うん、でも誘ってもさ、やっぱり部活とか勉強っていうのが優先になってきちゃうわけじゃないですか。そっちがね、優先になっちゃうよね、うん、今度もっと大きくなったらさ、しょうがねえ、彼氏彼女ができてさ、うん、お父さんお母さんと過ごす時間なんてさ、ねえ、なくなってきたりとかもしてくると思いますし、うん、一人暮らしが始まったらもっとなくなってくるし、小離れしないとね、ねえ、なんかね、うん、ちょっとこの時期感じますよね、多分ね、お父さんお母さんとかも多分どうなんですかね、うん、そうだろうね、うんうんうん、お盆でさ、娘さん息子さんが帰ってきたけど、またね、元の生活に戻って帰っちゃったりとかしたら、うん、ちょっと寂しかったりするのが今感じたり、行かないで帰らないでくれ寂しい、なんか追っかけてる、ね、そして他にもね、埼玉市のグラサンマスクおじさんからね、あの、夏はね、これから夏休みいただくんだって、うん、おー、みんながね、うんうんうん、もう休み終わった後に、後に、うん、そうで、パパラッチョさんはね、座骨神経痛になって左足を痛めちゃったと、うん、座骨、そうそう、左足の膝にね、水が溜まっちゃったんだって。あらららら、うーん、水溜まっちゃうんかい、ねー、でもね、うん、あの、まあ、友達との約束行けなかったけどね、うん、と、少し辛い気持ちになってしまったけどね、うん、って。ね、でもさ、パパラッチョさんが苦しんでる時って、きっと誰かがハッピーな時だから、そういう風に思うようにしましょう。そう、私結構そうで。自分が苦しい時は誰かが、そうそう、幸せだから、幸せになりゃいいか。そこ順番に回ってくるって私は思うようにしてて。長寿寿合ってる。いい時あるか、悪い時もある。うん、そう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 。うん、気持ち次第ですからね。うん、そう、でもね、パパラッチョさん、体調ね、気をつけてくださいね。ね、心配ですが。はい、そして、赤城山大噴火さんからもいただいています。令和元年の夏、とにかく暑かったよね。ね、とね。そして、ルルちゃんからはね、うん、ルルちゃん、今年の夏は、でもいつもの夏に比べると雨の日が多かったから、うん、まあ、ちょっと涼しかったかなと。おかげで仕事中の化粧直しが楽でしたと。これは女性あるあるじゃないですか。そっか、仕事中に化粧直しね。外に出かけるお仕事の方とかっていうのは、うん、やはりちょっとでもファンデーションが崩れちゃったりとかね、うん、すると思いますので。運転中ダメですよ。運転中ね。ねえ、危ないからね。うん、こういう風にいただいています。そしてゴルゴ13.8さんからも、テイトさん、はい、いただいていますよ。メールありがとうございました。まです。さあ、というわけで皆さんからね、令和夏どうだったというメールもいただいていましたが、ね、ありがとうございました。それぞれの夏だったんだろうね。ね、夏だったんでしょうね。うん、私最後の夏、明日なんですけど、あの、辰木義博先生っていう日本の写真家の有名な先生にお会いして、そう、みんなの夏の写真を評価をするっていうイベントがあってね、たつきさんと会えるの。そうなんですよ、たつきさんと一緒にってほしいそう、 MC として参加させていただくんですけど、すごいよ、大御所だよ。ですよね、うん、なんか令和夏の最後にすごい方と私お仕事できるのでいや、脱がされるかもしれないけど気をつけて、ね、脱がされる、たつきさんはい、ね、だって皆さんのこう令和に撮った写真をこう見て、うんうん、私もちょっと振り返っていこうかなと思います。はい、皆さんもね、あの、これを機会にどんな夏だったのかなってちょっと振り返っていただいて、またね、今秋の匂いとか風とかね、感じると思いますので、また秋でもね、うん、寂しさ感じないで、ね、いろいろね、元気に晴れ晴れ頑張りましょう。それぞれの秋を楽しみましょう。いいね、コセンちゃん、またコセンちゃん、はい、9月もよろしく。タチキさん、会いてえな俺な間違うこと言って本日の担当は磯人コセンちゃんでした。ありがとうございました。さよなら。スナッカーズ。